皆さん、こんにちは。アメリカの国務長官、ポンペア氏と、中国の外交担当のトップ、ヤン・ジェツ氏とのハワイでの会談は、6月17日午後、いかなる協議にも達成せずに終了しました。この結果は、多くの評論家たちの予測と一致していました。会談内容について詳しい報道はありませんでしたが、6月19日の2020年コペンハーゲン民主主義サミットにおいて、ポンペア氏は2日前の中共高官との会談において、香港、チベット、新疆人権問題及び南シナ海、インドとの国境線との衝突など6つの問題について、会談し、ヤン・ジェツ氏を直接非難したといい、今後、アメリカは中共の言っていることを信じるのではなく、中共の行動を見ると強調したと言いました。では、なぜいかなる協議も達成できなかったのでしょうか。会談が行われる前の米中両国の動きと、会談の内容、中共の会談に対する態度、目的について分析します。また、今回のインドと中国との国境線での軍事衝突事件と、北朝鮮の南北連絡事務所爆破事件も米中会談に関係あると思いますので、併せてお話しします。まず、会談の内容から話しましょう。会談の内容について、米中両国は正式に公表しませんでしたが、さっきのポンペア氏の話によれば、多くの評論家たちが予測したことと一致しています。つまり、香港バージョンの国家安全法案、中共ウイルス感染拡散隠蔽の責任追及問題、新疆、台湾、南シナ海問題、中共高官個人に対する制裁問題などです。これらの問題の中、中共の本当の目的は、中共個人に対する制裁を止めることで、他の問題は全部人の注意力を移動させるものだと思います。このように推測する理由は2つあります。1つは、6月14日、中共メディアの人民ネットに、人民の友情は止められないという文章が掲載されました。この文章は、中共がアメリカに会談の要求を提出した印だと私は思います。その前の6月10日、アメリカ連邦会員の約150名からなる共和党研究委員会が、前例のない厳しい制裁案をホワイトハウスに提出しました。その中には、中共のトップ4位の全国政治協商会議主席ワン・ヤン氏と、トップ7位の中央香港マコー工作労働グループ主任兼国務院副総理ハン・チェン氏が含まれています。過去のアメリカの中国に対する制裁は、国家あるいは特定の組織に対する制裁でした。これらの制裁に対して、中共は圧力を国民に転嫁することで全部乗り越えられ、中共高官個人にはいかなる損失もありませんでした。しかし、今回の制裁は中共高官個人に対する制裁ですから、制裁された人のアメリカでの財産が没収されたり、凍結されたり、高官個人の含む家族への米国入国が禁止されたり、親戚の財産まで没収されるようになったから、高官が逃れなくなり、耐えられなくなりました。ネット上の情報によれば、ワン・ヤン氏とハン・チェン氏のアメリカでの財産は、みんな30億ドルを超えています。ワン・ヤン氏の財産は37億ドルで、ハン・チェン氏の財産は34億ドルだそうです。確認することはできませんが、彼らの財産は必ず少なくありません。言い換えれば、これぐらいの財産を持たなければ、共産党の最高指導者にはなりません。理由はとても簡単です。中共は腐敗集団ですから、最高指導者は必ず最大腐敗者でなければなりません。だから、アメリカの議員たちが取っている制裁方法は非常に効き目があり、とても面白いです。
なぜトップ4位のワン・ヤン氏とトップ7位のハン・チョン氏を制裁し、トップ1位の習近平は制裁しないのかは知れませんが、この制裁は確かに中共高層部を分裂させる効果があります。考えてみてください。ワン・ヤン氏とハン・チョン氏の心理状態はどうなるのでしょうか。みんな同じく悪いことをやったのに、国家主席の指導に基づいてやったのに、なぜ他の人は制裁されなく、自分たちだけが制裁されるのかと。ワン・ヤン氏とハン・チョン氏は不満を感じ、習近平に問題を解決してくれるよう圧力をかけるのではないでしょうか。これがヤン・ジェツ氏がポンペア氏と会談する主な目的だと思います。もう一つは会談の内容と結果について公開しなかったんですが、これも中共の要求によるものだと言われています。考えてみてください。個人に対する制裁を止めるために敵に頭を下げて会談のお願いすることは、メンツを何よりも大事にする中共にとって恥ずかしいことではないでしょうか。ですから公表することはないでしょう。香港バージョンの国家安全法案と中共ウイルス感染拡大隠蔽についての責任追及問題も内容を公開できない原因でしょう。米中両国の間には昔からたくさんのトラブルが存在してきました。台湾問題、新疆問題、南シナ海など。しかし米中関係の緊張度が現在の状態まで高まってきたのは、これらの問題ではなく、中共が中共ウイルス感染拡大を隠蔽したことと、香港バージョンの国家安全法案を制定したからでしょう。この2つのことについて米中両国はお互いに譲ることなく協議が達成することはできないでしょう。中共ウイルス感染拡大隠蔽についてアメリカは必ず責任を追及するでしょう。自国のためだけではなく全世界のためでもあります。アメリカは世界の警察ですから、アメリカが追及しなければ他に追及する国はないでしょう。全世界範囲で数百万人が感染され、数十万人が亡くなり、経済損失は計り知れないほど膨大ですから、濃いか否かは問わず、必ず責任を追及しなければなりません。一方、中共は必死に責任を逃れようとするでしょう。1月23日の中国全国の17万人が参加するオンライン会議で、習近平はウイルス感染対策について最初から全て自分が自ら配置し、自ら指揮したと話したことがあります。習近平のこの話について、私は3月5日の番組で、中共幹部は普段このように話さないと言ったことがあります。原因は一旦このように話したら、問題が起きると全ての責任を自分が担わなければならないからです。現在アメリカの中国に対する制裁は、国家や特定の組織だけではなく、主な責任者個人の対象とします。ですから中共ウイルス感染拡大隠蔽の責任追及は最後には習近平を制裁することになります。ですから中共、正確に言えば習近平は制裁を必死に止めようとするのでしょう。しかしアメリカが譲らないため協議は達成することはできないでしょう。中共の香港バージョンの国家安全法案について、これは6月10日アメリカの連邦下院の議員たちがワン・ヤン氏とハン・チョン氏を含む中共高官に対する制裁案を提出した直接原因です。このことについて中共が譲らない限りアメリカは譲ることはありません。しかし中共は国家安全法案を停止することはありません。これはすでに全人代で採択したもので、一旦止めると習近平の顔に泥を塗ることと等しいからです。以上の原因で今回の米中両国の会談にはいかなる協議も達成できなかったのではないかと思います。中共も事前にこの結果を知っていたのでしょう。
さっき言ったのを人民ネットに掲載している文章には、根本的に言えば、現在の米中関係の一部の問題は、すべて米国の一部の性格のゼロサムゲーム観とイデオロギーの偏見によるものだと書いてあります。この言い方は正しくないと思います。正しい言い方は、根本的に言えば、現在の米中関係のすべての問題は、ゼロサムゲームとイデオロギーの対立であることを、米国の一部の政治家が知っているからだ、ではないかと思います。米中両国の間では、ゼロサムゲームとイデオロギーの対立は昔からずっと存在してきました。貿易において中国はいつも黒字で、アメリカはいつも赤字でしたし、イデオロギーにおいて中共は共産主義思想を必死にアメリカに押し込み、民主と自由の思想を必死に反対していました。昔のアメリカの政治家たちはこのことに気づいてないか、あるいは気づいても問題にしなかったかは知れませんが、今回のトランプとポンペア氏などアメリカの政治家たちはこのことに気づき、中共のやり方に必死に反対しています。ですから中共は会談結果は何も達成できないことを予測して、会談結果を公表しないにアメリカに要求したでしょう。しかし、中共は会談を通じて目的を達成するために努力はしました。少なくとも2つのことはやりました。1つは北朝鮮の爆破事件、もう1つは中国とインドとの国境線での軍事衝突です。なぜこのように推定するのでしょうか。考えてみてください。この2つの事件はいずれも6月15日、つまり中共がアメリカに会談要求を提出した14日の次の日です。世の中、このような偶然のことがあり得るでしょうか。北朝鮮が南北連絡事務所を爆破した理由は、韓国にある脱北者たちが北朝鮮にビラをまいたことだと言いますが、ビラ撒きは昔からずっとあったのに、なぜ事前警告もなしにちょうどこの日に爆破したのでしょうか。韓国に向かって銃を撃ったり砲を撃ったりするのではなく、自国の建物を壊したのでしょうか。皆さんも中国の反日デモや反韓デモの映像を見たことがあると思いますが、いつも国内の建物を壊したり、商店を壊したり、車を壊したりしていたんですね。今回の北朝鮮の爆破事件は、中国の反日デモや反韓デモに非常に似ているのではないでしょうか。ですから私は、今回の北朝鮮の爆破事件は、中共指導による北朝鮮バージョンの反韓デモだと言います。中国とインドの国境線紛争も中共が政権を握ってからずっとありましたが、なぜちょうど6月15日に衝突事件が起こったのでしょうか。しかも軍隊なのに銃ではなく、棒や石などを持って攻撃したのでしょうか。報道によれば、インドの軍隊は中国軍隊の待ち伏せの襲撃を受けましたが、中国軍隊が持っていたのは普通の棒ではなく釘がついているもの、中国語ではランヤパンというものでした。このやり方は、人を殺しても戦争にはならないほどの大事件を起こそうとしたのではないでしょうか。もっとおかしいのは、インドではインド軍20人と中国軍43人が死亡したと事件の報道し、習近平の写真を燃やして反中デモをしましたが、なぜ中国では外交部報道官の抗議もなく、メディアでも報道しなかったのでしょうか。考えてみてください。日本では何もしなくても、中国ではよく反日デモをするのに、なぜインド軍に43人が殺されても、中国ではいかなる抗議活動もないでしょうか。おかしいではないでしょうか。ですから、この2つの事件はいずれも17日の米中会談において、アメリカに圧力をかけるために中共が引き起こした事件だと私は推定します。
この2つの事件はこれ以上続けることはないでしょう。中国はインドには損害弁償を払い、北朝鮮には爆破費用の数倍のお金を払って、芝居はここで閉幕するでしょう。韓国にはいかなる弁償も払うことはないでしょう。韓国もいかなる弁償を求めることはないでしょう。民主国の人は優しいですが、共産党の目から見ればアホですから。休みの時間を利用して番組を制作し、日本語のレベルが低いため、原稿を整理するのにも時間がかかるから、他の人よりいつもコメントが遅れます。しかし、私も自分独自の考え方があるので、皆さんに参考になるのではないかと思って、遅れてもアップロードします。今日は米中会談についてお話ししました。ご清聴ありがとうございました。